選手出れるんだったら出てもいいけど、でも決定戦から出してほしい。決定戦から出れますよ。ジャン王ですからね。キリキリ、三男の二玉の日本馬強卓一本、ドラはローピンです。ドラはローピン、ドラはないものの松本マンズが、マンズがいい形、うん、ちょ自敗重なったらもう本一でね一気に、あダブランダ騎士、とりあえずポンしますかね。ピンズの本一とかもちょっと見たいぐらいですか。ダブランダ本一ならいいですね。うん、田之内もバカ地風のシャー統一でした。吉田はマンズでした。メンツもうこれ想像一個切る、シャーお高手だからシャー切る悩み中ですね。ニャンズを切るかパーソー切るかシャー切るか、パーソー、うん、染まらなそうだな。まあでも2000は2300ダブナンのみ、ダブナン、ちょっと展望ないからね。まあでもまだ親番あるんでね、とりあえずこういうなんか点差が離れた状態で親番迎えたいですよね。吉田が1万点差だから漫画を欲しい、田之内漫画を欲しいみたいな感じだと連チャンがしやすいんでね。そっか、競ってると誰かが急いで上がりに行っちゃいますからね。デルボンミルチ論戦があるんでね。それを自分の親番でやられたらもうたまったもんじゃないですね、うん、なんでやっぱ点差っていうのはね、ナンバー来た時は相当大事なんですよね、うん、ゲームメイクっていうのはそういうことを言うんですか。そうです、ゲームメイクっていうのは点数とか、まあこの辺だったら例えばリーチして漫画上がって差をなんか離す、松本から漫画上がるとか一番嬉しいですよね、うんうん、そういうなんか差をくっつけて最後の方に行くって、3人競ってる時になんかリーチしてピンフドライチを8000上がるよりはもう2000点で上がって近い方がいいかなっていう時もありますね、うん、お来た、これでね行きましょう。自家製トン統一になりました、はい、これでトン本一コース、うん、本一解いていきますか。あダブナン解いていき、あーローソンにしました。パーソンが2枚切れてるからもう縦は無理なんで箱を重ねるを目指して3900と、うんうん、あとドラ引きも使いますからね。これで G1 かな。うん、ここが早いか、うん、吉田打点もちょっと欲しいんですよね。やっぱドラ引きは逃せない、ドラ受けも逃したくないと、うん、2着目の吉田、トップ目の松本まで8800点差、うん、さっき言ったように言ったかな、ラスが遠い時はトップ狙いたいですね、うん、じゃあ今回はその典型パターンですね、はい、チーピーは引っ張りますこれ、はい、手刈り3色とかになるんでトップが見えるて、でもラスも近いっていう時はそこまで無理しないんですけど、うん、3着はねもう致し方ないと僕は思ってるんで、なんか致し方ない、はい、あ引いてもね、うんうん、2着はなんか無理して狙うもんじゃないんで、ラスが遠い時はもう自分もうちょっと大きく振って3着になってもいいから、はあ、トップ狙いに行くって感じですね、うん、お来た来た来た、あなんかもちもちだ、もちもちなんです、2人一気に上がれなくなった、これ吉田チャンスじゃないですか。田之内もね追いついてきた、あ加入層入った、これで一気に見違えました、はい、でもピンフはつかないですけどね、うん、3色もなくなりましたが、はい、いろいろなくなってちょっとだから積もった時にあんた入ったけどなんかうーんって、まあ、でも嘘引っ張るほどではねってかね、はい、確かにもうだいぶ田之内上がりの形は固定されてますね、はい、あこれ嬉しいじゃん、ドラドラだ、シャアのポンテンを取るかどうか、3900、4200、4500、5200取るね、うん、2枚目のシャアを泣くかどうか、泣きますね、あこれメンホンチートイシャンテン、おこれ上がれる、一気に上がれるんだ、あれなんもちもちでも松本は大丈夫、うん、トンポンテンで3本分だから ね、そうですね、全然上がりやすいじゃん、トン本一コースもある松本、トン山いるからサブローワンをチーテン取るかどうか、あ嬉しい、待望来た、待望ありがとう、吉田もこれで、あこれサブローワン次危ないんじゃない、トン引いたら当たるよ、ああこっち入った、ラッキーだね、トンナンシャンポンになりました、1万2000じゃん、トン、え、トン全山、これはやばいよ、トン引いた人危ない、今引いた人危ない、しかしここで田之内もドラドラ転敗したサブローマン、トン2枚残ってる、大丈夫か、サブローマンは、サブローマンね、吉田が今余ってるんです、とりあえず、ね、とりあえず余ってる、余ってる、危ない危ない危ない、これ危ないんじゃない、急速現物だ、6、7、山には1枚しかない、サブローマン、でもこれ、切る前提の手組みにしちゃったんで、なんかね、3万切りたそうですね、うん、松本はトンナンシャンポン、うん、トンが2枚山に残ってる、うん、どうだ吉田の3万は助かるのか、現在2番手トップ狙いに行くなら切りそう、 Q1 からになりますよね、 Q としても、うん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 、チーム4枚自分の目から見えてました、はい、ロー裾も薄いんでね、あこれちょっと目立つ、小さ押してるな押してるな、はい、トン持ってきたのは騎士です、ここは出ないんですね、松本の上がり、はい、うん、1枚減りました、サブローワンがあと1枚、サブローワン1枚だけど、ここのサブローワンが、そうなの、そうなんです、あこれは大丈夫だ、裏めったんでちょっと熱くなってますね、熱くなってニャウワン残しとけばって感じですよね、はい、あこれスーソー、これも天敗ですね、
トップ麺がね4万3300点なんでね、はい、普通押さないんですよね。押さないですね。そこを押してるってことは高い手の天杯。あ、これはこれ行かないまでありますね。急走急走じゃないですか。3万が親にも危ないから。親に取ってないです、うん、親が押している。だって本質っぽいじゃない。はい、親満足切ってないです、うん、そう助かりましたね。ローピンは助からなかったんで。よしだ止めた、うん、よかったよかった。確かに旧ピンの方だったから止まったんですかね。そう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 、これね、ローピンはさすがに跳ね物なんでね、積もったら行きそうですよね。これもベタジーニですね。ベタジーニ、久々に聞いた。あー、玉打ちかわいそう。もうダメだ。よし、吉田は関係ない。松本の上がりです。トンメン本12000点。これでかなりトップは硬くなりましたかね。1万2000は12600点、はい、吉田はちょっとトップ遠ざかりました。松本が抜けた。吉田親ないですからね。もうそうなんです、うん、2番手の吉田に親がない、これは松本にとっては超朗報ですね、うん、そして岸に続き田の内もここで直撃を食らいました、うん、1万2000は12600点。麻雀スリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。